空気の乱れは心の乱れ、高速は It's my Bible、 愛と正義の風紀委員キリシュ・キーリン、人間界に初投稿。静かでよろしい。魔法人から人が出てきた。きっと宇宙人さんだ。違います。大魔王さんだ。違います。わかった、変態だ。誰ですか、あなたたちは。空気の乱れは律します。縛られた。お口が悪いのは拘束違反です。さて、不良生徒アイルザックフリートを探しますか。ん、ギャーギャー騒ぐワンコと脳筋がいると思ったら来客か。おやおや、探さずとも出迎えていただけましたか。不良生徒アイルザックフリート。誰だ。私はマカ不思議ランドから来ました1年生の風紀キリシュ・キーリン。何の用だ。不良生徒アイルザックフリート、拘束違反によりあなたを人間界から強制送還します。強制送還。ええ、あなたは学校をずっと無断欠席し続けているからです。風紀委員はそこまで取り締まるのか。どこまで取り締まるのかは私のポリシーの範疇までです。ってことは校則とか関係なくない。自分のポリシーってことは守備範囲広めですよね。主観ですから。君はエリク・ダンコレク、君も一緒だったのか。はい、今はそこのシェアハウスに私たち男6人で住んでます。男6人一緒に住む。なんと不純な風紀の乱れ。どこが。ガクトタルヤ、学びを第一にしなければいけないのです。律します。いや、どういう展開。なんか我が輩の知らない人います。ではどこ行くの。助けてよネオ。我が輩初対面苦手。ネオ様助けてください。我が輩コミショ。では我が輩はこの辺りで落ちます。律します。なぜ我が輩まで。ボサボサな髪型、乱れた服装、そしてサンダル、拘束違反です。我が輩学校行ってないから。ポリシーの範囲内。ポリシー広すぎ。さあ、あとはアイルザックフリー、あなただけだ。俺は帰らない。何。バンプルとみんなと人間界に行くと約束したから。いいでしょう。その答えは風紀の乱れ。律します。取り締まりが言うた。不良生徒の力を侮りました。みんなのロープよ、解けろ。さすがアイルシチート。どうして私のロープまで。縛られたままじゃ家に帰れないだろう。この展開、不良生徒がまるで段ボールに捨てられている捨て猫を助けるような、そんな展開ですか。いや知らんし。さあ不良ギャー。いけない、笑いエネルギーが切れたようです。決めました。数日私も人間界にいることにしました。数日もいるの。私もあなたたちと同じ旧正気ですから、笑いエネルギーを集めないと生きていけません。したがって数日間人間界で笑いエネルギーを集めます。短い間だけどよろしくね。僕はバンプル、バンプルエルバスタイン。バンプルエルバスタイン。エルバスタインって、あの吸血鬼王家のエルバスタイン家ですか。そうだ、バンプルは王子だぞ。バンプルにさ、お口悪いとかどうとか悪態ついてたけど、ロープで縛ってましたし。オーケーを取り締まるなんてポリシーしこそ拘束違反じゃね。わ、私としたことが、なんてことを。大変申し訳ございませんでした。良い子はチャンネル登録よろしくな。